ンピックの全ての競技で一番注目度が高い男子 100m、 はい、あられちゃんかっこ石村和文だ。あられちゃん頑張ってる。危ないですよ。いいじゃないですか、またファンが増えて。あれじゃん、牛丼とか食べたりするんですか？あ、食べてないですか？
ストップ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 。一番注目度が高い男子 100m が一番注目度が高いと思うんですよ、はい、身体能力の化け物が世界の化け物が頂点を争うので、はい、もう信じられないスピードなんですよ、はい、だからそこで勝ちたい。はい、あられちゃんかっこ石間和文です。はい、で39歳で男子 100m をやってて、はい、で、スタートダッシュをしてみようと。うわっ、あのちゃん、はい、速いっすね、めっちゃ。でも、まあ、大体これだとまあすぐ、はい、ずっと速い人にずっと、はい、もう一瞬で置いていかれるんで、はい、もっと速くならないといけない。あ、でも最近は、はい、でも岡山シティライトだとあまり回数が多くないんですけど、でもそう、来年はそうですね、3月4月に、倉敷とか出ないと、そう、それで3試合で、来年、はい、10秒40を突破しないといけないです。これはなんかアマゾンで買ったアマゾンで買った。ありがとうございます。あれじゃあなんか YouTube とかやってられてるんですか。まあ YouTuber の方に撮影していただいて出させてもらってます。ペロペロキャンディーさんで。でもツイッターもやられてます。やられてます。あ、はい、ツイッターやってます。石村和也の本名でやってます。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン。悪いと思ってもグッドボタン。チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。